成田空港第一ターミナル南ウィングに来ました。今日はこれからエアソウルで韓国に行きたいと思います。時間は1時40分発くらいの飛行機で行きます。チェックインします。今入国審査が終わりました。エアソウル702便で行きたいと思います。さようなら。それでは今から乗っていきたいと思います。今から入国の手続きをしていきたいと思います。入国したらまず一番初めここで Q コードを見せて、そこからまっすぐ進むともう出れるっぽいですね。ここです。 Q コードをやってない人はなんか紙に書くともうそれですぐ手続きが済むので、まあ、書かなくても最悪大丈夫っていう感じです。で、K-ETAはいらなくなったので必要ないです。そこにパクソジュンイムイダーがいました。パクソジュン、 Q コードを見せたらそのまま矢印の方向に進んでいくとこのターミナルを移動してそこで入国審査をするっぽいですね。これに乗っていきたいと思います。今日は特別ゲストに来ていただきました。トルトレインというやつに、いいのかな、なんか普通にいいんじゃない。パッセンジャーザーノットアロウドトゥーカムバックだって。戻ってこれないってこと、じゃあ一方通行ってことだね。この電車に乗って行きます。第2ターミナルから日本コース今から入国審査はかなり並んでいるのでお気をつけください。帰国できました。これからカンナムの方に行くので行き方を調べて向かっていきたいと思います。多分ここが一番そこ出てすぐのところのバスチケット売り場でチケットを買います。カロスキル行きのバスのチケットを買って向かいます。1万7000ウォンで空港から5時5分発5時5分発ということなので急いで走っていきます。やば、寒い、寒すぎる、大気白い。4番走ったけど乗れませんでした。ここのバスターミナルみたいなところで30分発5時30分発のバスを待ってそれに乗ってカンナムに行きます。はい、これで乗っていきます。ところに行くんだっけ。新鮮ところに行ってそこから歩いてホテルに行きます。行ってきます。駅に着きました。こんな感じ、一気に都会です。韓国はちょっと寒いメニューです。寒いメニュー、曇り空ですが頑張ってホテルに向かって行きたいと思います。ちらっでっかいハニちゃんがいます。かわいいメニューだ。